てくるかな。今のうちに朝ごはん作っておこうっと。確かはぐみが持ってきてくれたコロッケが残ってたでしょ。あとはさあやちゃんのくれた白パンがあるから、これをトースターに入れて。おはよう。あ、お姉ちゃん制服着てるけど風邪はもう大丈夫なの？ああもうバッチリだよ。熱も完全に下がってたしな。よかった。あ、今朝ごはんできるから待っててね。朝ごはんもアコが作ってくれたのか。いつもは遅刻ギリギリの時間まで寝てるのに。アコ今日は超早起きだったんだもん。目覚ましが鳴る前に起きちゃったんだよ。本当に頼もしいな。もしかしたら私が風邪ひいてた方がアコにとってはいいのかもしれないな。やだ、お姉ちゃんは元気じゃなきゃアコ嫌だよ。あ、ごめんごめん、冗談だよ。あ、パンが焼けたみたい。お姉ちゃんお待たせ、朝ごはんできたよ。お、これはコロッケパン。これも昨日みんなにもらったもので作ったんだ。なら感謝して食べないといけないな。ほら、アコも一緒に食べよう。うん、それじゃあ一緒にいただきます。ねえねえ、アコの作った朝ごはんどうだった？すごく美味しかったよ。ホクホクのコロッケと柔らかい白パンの組み合わせがかなり最高だった。だよね、アコも思った。あ、お姉ちゃんみんないるよ。おはよう。あ、おはよう。わーわー、ともちんめちゃめちゃ顔色良くなってるじゃん。よかったね、風邪は治ったんだ。アフターグローのみんなも心配してたよ。みんなには心配かけちゃったけど完全に風邪は治ったよ。みんながくれた差し入れとずっと看病してくれたアコのおかげでな。アコが看病してたんだ、すごいね。おえー、アコちん偉いじゃん。別に、ただ普通に料理作ったりしただけだよ。おかげさまで私は妹になった気分を味わったよ。アコちんかっこいい。ともちんにそこまで言わすとはやるね。いいな、はぐみもアコちんみたいな妹が欲しかったの。あげないよ、私の自慢の妹だからね。うん、まあアコにかかれば看病くらい余裕だよ。なんたってアコは、アコは？お姉ちゃんの妹だ。